それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い、何が行くでしょうか。イクイノックス、前に行きそうです。ビーアストニッシド、それに続いています。さらには、ジャスティン・パレス。9番、キラーアビリティ。その後ろ、イクイノックス、先手を取りました。少し間が空いて、オニャンコポン。その外に、ボーン・ディス・ウェイ。並んで、7番、トーセン・バンド。すぐ後ろに、ドーデュース。内からはラーグルフ、その隣に名将ラナキラ、里のヘリオス、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろにジオグリフ、しんがりからダノンベルーガ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、10番ビーアストニッシド、一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード、 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。間が空いてイクイノックス、前はビーアストニッシド、2番手はイクイノックス、ジャスティン・パレス、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はビーアストニッシド、ジャスティン・パレス続いています。その隣からはドーデュース。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはイクイノックス、あと 200m、 キラーアビリティ追い上げてきた。キラーアビリティ抜けた。2番手はドーデュース、キラーアビリティゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはキラーアビリティ、このレースを制したのはキラーアビリティ、